はい、石川正義です。今回はですね、春らしくブルーベリーとヨーグルトでさっぱりとして爽やかなケーキをね、作っていきたいと思います。ではまずはブルーベリーのジャムを作っていきます。冷凍のブルーベリーを鍋に入れて、砂糖も一緒にして弱火で火にかけていきます。だんだんとブルーベリーが溶けて、その水分で砂糖を溶かしていくので、最初からね、火を強めてしまうと砂糖が焦げてしまいます。もしお時間に余裕のある方でしたら、数時間前にブルーベリーと砂糖を鍋に入れて、常温で放置していただいても結構です。ゆっくりと加熱をしていくと、果汁がどんどんとたくさん出てくるので、それがふつふつと沸き始めてきたら、弱めの中火くらいに火を強めて煮詰めていきます。煮詰め具合の目安は液体の状態を見ていきます。はじめはサラサラの液体なんですけども、それが煮詰まっていくと少しずつとろみを帯びてくるので、それを別で用意したカップの水に落としてで、ジャムが散らばらなくなるまで煮詰めていきます。こんな感じまで煮詰まればいいので、このジャムはこのまま冷やしておきます。では、ヨーグルトの水切りをしていきます。ザルや陶紙などにキッチンペーパーなどを敷いて、そこにヨーグルトを乗せて、ヨーグルトの水分を抜いていきます。今回僕はこのヨーグルトの水切りを1時間したんですけども、出来上がりのケーキがかろうじて形を保てるくらいの柔らかさになったので、しっかりとしたケーキにしたい方は2時間程度水切りをしていただいてもいいかもしれません。ヨーグルトは今回 800g を水切りして、1時間後には 550g 程度になっていました。で、2時間後にはもう少し減るので、2時間水切りをするなら、ヨーグルト3本は必要になってくるのではないかと思います。では、水切りをしている間に、ケーキの底と上に広げるクランブルを作っていきたいと思います。フープロに薄力粉と砂糖、で冷たいままのバターを入れて回していきます。このクランブルはベチャベチャになりにくいようにバターの量を減らしているので少しで長く回していただいても団子状になりにくくなっています。はじめは白いんですけどもだんだんと黄色くなってきます。で、小さい粒が無数にできてからここから音が変わるんですけどもだんだんとその小さい粒が集まって少し大きい粒になってきます。それくらいで止めて、ベーキングシートなどを敷いた鉄板に広げていきます。この時に少し粒が小さいなと感じたら、生地をね、両手で挟んですり合わせていくと、粒が大きくなってくるので、ちょうどいい大きさになるまでやってみてください。では、なるべく粒同士がくっつかないように鉄板全体に広げたら、オーブンに入れて焼いていきます。オーブンは160度で15分焼いていきます。後でもう一度オーブンに入れることも考慮して、全体が薄いきつね色になるくらいまで焼いていきます。こんな感じに焼けたら、このまま室温で冷ましておきます。では、型の準備をしていきます。型に型紙を敷いていくんですけども、型の縁の大きさ程度に底紙を切って、で、サイドの紙を入れた後に底紙を敷いていきます。このケーキはほぼ膨らまないので、サイドの紙は高くても型より1センチ程度高いくらいで大丈夫です。ではここに先ほど焼いたクランブルの半量を底生地として敷いていきます。
出来上がった時に表面にね、あんまり大きいクランブルがあると綺麗に切りづらくなってしまうので、大きい粒のものはできるだけ底生地として使った方がいいのではないかなと思います。これがヨーグルトの水切りを始めて1時間経った状態ですね。ではこれをベースにしてヨーグルトのクリームを作っていきたいと思います。今回は 500g のヨーグルトを使うので必要な分を計量していきます。計量するときに水の切れ具合が表面と中では違っているので、一度ざっくりでいいので混ぜてから計量するようにしていきます。では生地を作っていきます。まずはヨーグルトをダマがなくなるまで混ぜていきます。では卵黄を加えていきます。これ混ざればいいですね。次に薄力粉をふるい入れて混ぜていきます。ここで薄力粉が粒っぽくなっていくので、それがなくなるまで混ぜていきます。次に寒天ウルトラを入れて混ぜていきます。これはふやかしたりする必要がない寒天パウダーです。できる限りケーキの中に水分をとどめてみずみずしい状態にするために加えていきます。では酸味を補ってすっきりさせるためにレモン汁を加えていきます。これを加えてもきつい酸味にはならないんですけども、もし酸味が苦手な方はレモンの果皮などを吸って加えてもいいんではないかなと思います。一度ゴムベラで底や周りの混ぜ残しがないように混ぜたら、そこにブルーベリーのジャムを全部加えて混ぜていきます。白い生地には砂糖が入っていないので、全然混ざっていないのは味に影響があるんですけども、多少のねムラ感はあってもいいんじゃないかなと思います。ではだいたい混ざったら型に注いでいきます。多少揺すって表面を平らにしたら、表面全体にクランブルを広げていきます。綺麗に広がったら、これを150度のオーブンで50分焼いていきます。はい、では焼き上がって常温まで冷めたら、冷蔵庫で一晩冷やして翌日に型から外していきます。はい、翌日ですね。型の底をお湯などで少し温めてからひっくり返して型紙を剥がしていきます。で紙を剥がせたらお皿にもう一度返して、あとはね、表面に溶けない粉糖を振りかけて完成ですね。ではカットしていただいていこうと思います。このトロトロ具合めっちゃ良くないですか？はい、ではいただきます。やばくない？爽やかさしかないですね、これ。やっぱり全部ね、ヨーグルトのケーキにしてるので、軽さがね、半端ないですね。
でそこにブルーベリーの爽やかさも乗ってくるんでね、いや本当やばいなこれ。この上に広げたクランブルも存在感はね少し控えめなんですけども、この爽やかさとねちょうどバランスがいい感じでね主張してくるって感じですね。この見た目はね結構主張してくるんですけども、口に入れた時の主張がね全然性格が違いますね、うん、これはもうほっといたらねワンホール食べれるやつですね。でもヨーグルトを使ってるんでねかなりカロリーオフはしてるかと思いますし、いいんじゃないですかね。たまには。はい、ごちそうさまでした。今回はね前回の冷凍いちごに引き続いて冷凍のブルーベリーを使ったんですけども、冷凍のフルーツだからってね悪いとかねダメっていうことはね全然なくて、で冷凍のフルーツでも使いようによってはフレッシュのフルーツよりもフレッシュ感を出すことができますのでね、ぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川雅義でした。バイバーイ。